クレルモン協会会議でのウルバヌス2世。1490年頃、ガクレルモン協会会議は、1995年11月に、クレルモンで開かれた協会会議で、教皇ウルバヌス2世が召集した。この協会会議は、教皇ウルバヌス2世が行った十字軍宣言で、有名である。クレルモン公会議とも訳されるが、現在は、教会会議と訳されることが多い。 クレルモン宗教会議とも言う、ウルバヌス2世は会議の最後に群衆に向けて演説を行った。これは第一回十字軍及びその後約2世紀にわたってカトリック世界のすべての人を巻き込んだ十字軍運動の直接的契機となったことで非常に有名である。彼は東方のキリスト教国の苦難と異教徒に対する聖戦が必要であり十字軍へ参加した者は 罪が許されると訴えた。人々は熱狂し、デュールビルトと答えたという。ウルバヌス2世が行った演説は、以下に挙げる4人などの12世紀の年代記作者によって記録された。またフルケリウスの記録が今日では最も信頼性が高いと言われている。ありがとうございます。